えリーフ CBD というブランドで CBD キャンディーや CBD コーヒーを売ってるんですが、今後日本で CBD 流行ると思いますかでも割と売り上げは増えているっていう話と、あとまあフランスとかでも CBD 屋が結構出てたりするので、なのでまああの CBD の売り上げ自体はずっと上がるんじゃないかなぁと思うんですけど、ただどうなんですかね、10年以内ぐらいになんか大麻自体が OK になっちゃって、 可能性は結構あるんじゃないかなと思うので、なのでその CBD の需要というよりはそのブランドをどう作るかっていうんで、例えばその焼き鳥って儲かると思いますかって、儲かる焼き鳥屋もあれば儲からない焼き鳥屋もあるよねって話じゃないですか。でも焼き鳥屋の市場自体は広がってますと。 なので、その CBD も多分もうそういう時期になっていて、CBD だから何でも売れるかっていうとそうでもなくて、そのブランドが出てるところは利益を上げれるけど、そうでもないところは厳しいっていう状況にそろそろなるんじゃないかなと思いますけど。 えっと、タイマー、あの、マリファノの成分に THC と CBD という、あの、まあ、大きく分けて2つの成分に分けられるんですけど、で、あの、茎とかから抽出される CBD 成分でも、その、あの、摂取すると割と落ち着いたりとかぼーっとしたりっていう、二日用にならない、なんかお酒みたいな成分があるんですけど、それ自体は合法なんですよ。なので、あの、割と先進国、日本も含めて売られたりするんですけど、で、THC っていう風の成分、そっち側の成分だと肺になるみたいなのもあったりするので、一応日本だとそれは 違法ですよっていうふうになってるので、あの、大麻の合法的な成分だけを抽出したものという認識をするといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、合法とは何ぞやっていうね。で、あの、CBD は基本的に、あの、茎から全部取っているという体で売ってるんですけど、あの、大体どの日本の CBD やも、あの、海外から輸入してるんですよ、CBD を。で、海外の CBD は茎から取ってません。 要はあの、茎から取ると効率悪いから普通に葉っぱから取るんですよね。で、葉っぱから取る CBD なんですけど、日本だと法律上、葉っぱから取った CBD は違法なんですけど、CBD として抽出されたものが茎から取ったのか葉っぱから取ったのかはもうわからないんですよ。なので、CBD でこれは茎から取ってるんですよって一応言って、あの日本では売ってるんですけど、あの、本当に調べると、本当に茎から取ってる会社って僕聞いたことないんですよ。 っていう、あの、まあ、グレっちゃグレーなんで気をつけてください。はい。